ドナルド・アラン・ショーンは、アメリカ合衆国の哲学者。元マサチューセッツ工科大学都市工学科教授。反省的実践の概念を提唱し、組織学習理論に貢献した。ボストンに生まれ、マサチューセッツ州のブルックラインとウォンスターで育つ。イエール大学で学士号を取得後、ハーバード大学で哲学の修士号、博士号を取得。 学位論文は、デューイの探求の理論に関するものだった。パリのソレボンヌ大学にも在籍し、音楽を学んだ。長年にわたり、ショーンは大手コンサルティングファームのアーサー・ディ・リトルと共に仕事をしてきた。同社のレーモンド・ヘイナーと共に練り上げたアイデアは、代表作の概念の転移に生かされている。このオリジナルな作品は、これまでの思想自然体に対する、 新たな解釈の試みであり、トマス・クーンの仕事への補完、あるいは想像のダイナミクスをより正確に捉えた業績であると言える。アーサー・ D ・リトルとの仕事の影響もあって、技術的変化やその他の変化が社会システムに吸収される際の微細なプロセスに対して関心を持ち続けた。1970年、BBC でライス講義を行い、 向上的に変化を続ける組織と社会において、学習がいかに起こりうるかを問いた。これらの講義はその後、安定状態を超えてとして出版された。ドナルド・ショーンは1968年に、マサチューセッツ工科大学の客員教授になり、1972年に、都市計画、教育学科フォード教授に就任、1997年に亡くなるまで修正、その座にあり続けた。 成人教育、組織行動の専門家であるクリス・アージリスとの数十年にわたる共同によって、致命的な状況において、組織はいかに発展、需要、学習、失敗しうるのかにという問題に対する鍵となる、洞察が得られた。共同の成果は1970年代に2冊の著作として出版された。実践における理論と、組織的学習がそれである。後者については、 全面的な修正の上で1996年に組織的学習にとして再出版された。ドナルド・ショーンは広い分野に応用されている組織的概念群を導入した。ショーンの後期作品の多くは実践における反省と学習システムの概念に関するものである。ショーンの主張によれば、組織と個人は柔軟であり、生涯にわたって得られる教訓を取り込み続けるべきで、 あるこのプロセスは、組織的学習と呼ばれている。また、自身がジャズ愛好家であることもあり、そこから着想を得て、即興と地に足をつけた思考の概念を教えるようになった。経験、学習、実践のフィードバックループを通じて、人は継続的に自分の仕事を向上させ続け、反省的実践家になることができるのである。従って、ショーンの仕事は、 実践を扱う多くの領域に連なるものであり、実験教育のような20世紀の重要な教育理論や、ジョン・デューイ、クルト・レビン、カール・ロジャース、デイビッド・エイ・コルブといった著名な理論家による業績の多くに適合し、それらを拡張する業績だと言えるのである。ショーンは人と組織は柔軟であり、生涯を通じて得られた経験と教訓を、 自らの人生に取り込み続けるべきだと信じていた。これは組織的学習として知られるプロセスである。組織的学習には二つの基盤がある。一つはシングルループ学習で、二つ目はダブルループ学習である。前者は組織が自らの行動を変わりゆく、市場動向にペースを合わせる際に生じるプロセスを指す。そして後者は市場に適応するだけでなく、 ビジネスの目標を達成するために、新しくより良い方法を想像することを指している。ドナルド・ショーンは彫刻家のナンシー・ショーンと結婚した。ナンシーは、ボストンパブリック・ガーデンにあるインスタレーションの作者として有名で、絵本作家ロバート・マックロスキーによる代表作、カモさんを通りに由来するブロンズのカモでできた作品である。ナンシー・ショーンはキリンを中心的アイコンに置いた。 反省的キリンという一連の作品を完成させ、夫であるドナルドに捧げた。2015年3月に業績一覧が作成されている。ありがとうございます。